列車は新公園駅に停車中です。そして今までお世話になった列車に別れを告げています。今年から生産します。430円ですね、はい、ありがとう。ここで降りたのは北九州モノレールの菊ヶ丘駅がすぐそばだからです。普通は下肥後山線で小倉まで行くんですけれども、歩いて5分もかかりませんので、意外と有名な YouTuber さんは新公園駅からすぐ北九州モノレールに乗り換えて小倉、ご存知ないよね。どの映画もあまり上げられていません。こんにちは、カッパです。今回は前回からの続き、北九州モノレール菊ヶ丘駅から小倉まで、今回が最終回になります。有名 YouTuber さんの隙間を狙ってどんどんいいものを上げていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。料金は320円です。北九州市モノレールの場合、少しチケットが特殊なんですね。この印刷された面を改札機にタッチして通らなければなりません。よくあるチケットをそのまま中に放り込むタイプとは違うので、迷う人はかなりいるようです。早速迷っています。現場は全部中止になってるんですね。タッチしなくてはならないというのは久しぶりに乗ったので初めて知りました。北九州市モノレールは松本零士さんが北九州市ゆかりの人でもあり、車両に銀河鉄道999のイラストが描かれたものもあります。次は徳力嵐山口。徳力嵐山口です。The next stop is station number 11, 徳力嵐山口。皆様にお願いします。車内では。北九州市モノレールは電話をオフにすることは推奨していません。マナーモードにするだけということになっています。
車両は右に大きくカーブをして小倉駅方向に向かうわけですが、国道322号線の上でしたかね。余談ですが、この322号線というのは小倉東断層の真上を通る国道です。大阪であれば堺筋ですか、上町断層の真上を通る道です。次の徳力団地ですが、東京の高島平、大阪の千里ニュータウンといえばわかると思いますが、それと同じような時期に作られています。八幡西区に日本製鉄九州製鉄所、旧八幡製鉄ですが、その社宅がありました。この徳力団地が建設された当時はそこを除いて北九州、おそらく九州一だと思いますが、それだけ大きな団地でした。モノレールのピラーに隠れていますが、この山が古文字山だったと思います。お盆の期間に迎え火だったか送り火だったかがたかれます。小の字ですけれども、京都の大文字と似たような山です。この次の競馬場前は JRA の小倉競馬場がある場所です。今メディアドームがあるあたりですかね。あのあたりは昔競輪場がありました。福岡というのは公営ギャンブルが全て揃っています。このシリーズの初回にお届けした筑豊本線、福岡豊線の奥道会駅、若松ボートの最寄り駅です。降りて道会側を見るとボートレース場がすぐ間近に見えます。主だった公営ギャンブルを挙げてると、芦屋にはボート場、門司には競輪場、関門海峡を挟んで対岸には下関ボート、筑豊の飯塚にはオートレース場まであります。全部揃っているのも福岡県だけと思います。次の北方には北九州の運転免許試験場、そして自衛隊の駐屯地があります。たびたび少しボケてしまいますが、携帯電話で撮影しています。7
聴者の皆様には大変お見苦しく申し訳ございません。近々撮影機材を更新します。フルサイズの一眼レフも考えたのですが、少し重いと思うので今デジにしようかと思っています。コンデジでも超望遠で月のクレーターまで見えるやつがありますので、もっと楽しめるよう頑張っていきます。へそ曲がり視点で見たいろんな景色とかそういうのを上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。次の城野駅は北彦山線の城野駅の近所です。北彦山線は市公園を抜けると城野で日豊本線と合流して、西小倉で鹿児島本線と合流します。なので小倉駅が直に小倉に入るわけではありません。当然城野駅、西小倉駅でタイミングによっては鹿児島本線および日豊本線の列車と乗り継ぎ待ち合わせをすることになるわけです。ですからこちらを通った方が早いのかもしれませんよ。まあそれはそれで鉄道の楽しみ方の一つでもありますが、視界が開けてきました。モノレールの正式名称は北九州高速鉄道となっていますが、コンクリート製の線路でも鉄道というんでしょうか、ちょっと不思議に思っています。河原口三萩の河原町方面国道10号ですが、そちらと国道3号の交差点になっています。以前はすぐそばに丸源ビルというひょろ長いマンションが建っていて、それが少し倒れかけていたので三萩野の斜塔と地元の者が呼んでおりました。最近そのビルは解体されました。川口に萩野
旦過駅は北九州市の台所、旦過市場の真ん前にあります。赤い看板の質屋のアヒルですが、地元では結構有名な CM キャラクターですので、一度検索してみてください。駅や車内で不審物にお気づきの場合は、乗務員または駅係員までお知らせください。駆け込み乗車は大変危険ですので、ここで車両はまた右に大きくカーブを切ります。そして小倉駅方面に向かうわけです。この下の国道を走ると分かりますが、結構複雑な作りですよ。タンガです。開くドアにご注意ください。Station number 3, Tanga. Please get off here for Tanga Ichiba.平和通り、平和通り、魚町商店街前です。旦過を過ぎると平和通り、小倉駅にモノレールが乗り入れる前はここが小倉でした。小倉駅まで行くとかえって不便なことがあります。ショッピングや観光、まあ、船に乗らないのであればここで降りればすぐいろいろな商業施設がありますので、こちらが便利だと思います。銀行もすぐそばですよ。降り口は右側です。開くドアにご注意ください。終点の小倉です。カッパは一時北九州を離れていたのですが、帰ってきた時にこんな大きなものができていてびっくりしました。本日は北九州モノレールをご利用いただきありがとうございました。終点小倉です。お忘れ物のないようお降りください。 Station number 1, 小倉。 This is the end of the line. 降り口は右側です。開くドア。ご視聴ありがとうございました。もっといいものを作っていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。しかしいつも思うのですが、外国語必要でしょうか？ローマ字だけでいいんじゃないですかね、こういう看板。ということで、またお会いしましょう。